こんにちは、会長です。今回は僕がコンパスで YouTube を2年間やっててあるあるだなーって思ったことを11個お伝えしていきたいと思います。それでは早速どうぞ。1、ネタがない。もうね、コンパスはね、僕2年間投稿してるんで50体60体ぐらいしかキャラがいないって考えるとね、もう常にネタ切れなんですよね。本当にね、毎日毎日なんかどっからか漁ってきて考えてっていう感じでやっているんで、皆さんもね、ぜひ、僕常にネタ切れなんで、ネタがあったらね、質問箱なりコメントなりでネタ提供お願いします。2、人と遊ぶ固定という文化が根強くあるせいで今更改まってコラボができない。これはね、もうなんか YouTube といえばコラボコラボってね、人と動画投稿するのがね流行ってると思うんですけど、まあ、コンパスに限っては YouTube やってる人上位勢結構多いと思うんですけど、みんな仲がいいんで、まあ、なんか今更ね改まってコラボしようぜっていうのがちょっと照れくさくてできないんですよね。うん、恥ずかしいんですよね。俺だけかな。3、弱いキャラで野良をするとキャラパワーが低すぎてまともに撮影ができない。これはね、大したね、なんか内容の動画じゃなくても、まあ、本当に弱いキャラ使うだけで1時間2時間かかっちゃうことがあるんで、本当にね、しんどいですね。まあ、だからこそ、まあ、僕に限らずね、いろんな人が強いキャラの動画が多いんじゃないかなって思います。4、アップデは神。アップデはね、本当に神様です。まあ、調整でね、まあ、10体ぐらい毎回追加されてって、まあ、さらにコラボ情報とか入ってくるとね、本当に1週間2週間っていうねネタが引っ張れるんで、本当にね僕らにとって餌なんでね、運営様ありがとうございますっていう感じです。5、コメ欄の治安がいい。これはね、僕の感じたことなんで本当かどうかわかんないんですけど、純粋に人数が少ないっていうのが大きな要因かなって思うんですけど、まあ、公式の配信とかよりも、まあ、治安はいいし、まあ、さらにはね、あと別ゲーのYouTuber の方の配信とか見てみても、まあ、こっちの方が治安いいなって思うんで、まあなんかあるんですかね。なんでですかね。6、50しちゃってボツ。初動めちゃめちゃうまくいったりしても、なんか30秒ぐらいで終わっちゃうとね、まあ、なんか尺的にもなんか微妙になっちゃうし、みたいな。ただ捨てのご利用しとか加速のご利用しとか面白みのないことがね、できちゃったりするんで、まあ、本当は4-1がいいんですけど、まあ、5-0しちゃうとね、ボツにすることも多々ありますね。7、味方批判が出てしまってボツ。まあ、僕らも人間なんで、まあ、変なデッキとか変な立ち回りとか、まあ、長い時間ね動画撮ってる最中にそういうのが来ると、まあ、ボロってね、出てしまうことがあるんで、まあ、そういうのあるとやっぱりボツになっちゃいますね。8、コラボ情報動画は速さが命。コラボとか、まあ、あと、まあ、調整内容もそうなんですけど、まあ、一番最初に出した人が多分一番伸びるんですよね、見てる感じ。まあ、だからみんなね、待ってると思うんで、まあ、やっぱり速さが大事っていうのがね、すごく大切に感じました。でも、まあ、一応ね、正確な内容っていうのもあるんで、まあ、そこの駆け引き、天秤をかけてっていうのが、まあ、なかなか難しいところかなって思います。9、動画素材はあるのに編集に手がつかない。まあ、これ逆もあるんですけど、まあ、固定とかシーズンとかの動画ね、取りだめするとね、めちゃめちゃ素材は余るんですけど、まあ、タイトル考えれないとか、まあ、内容どうしようとか、まあ、考えるとやっぱりね、編集に手がつかなかったりするし、まあ、なんか内容はあるんだけど、まあ、そのコストがかかるし、めんどくさいから、まあ、動画撮れない、コンパスができないっていうのも結構ありますね。10、アップデートで一番喜んでいるのは、実はエンジョイ勢より YouTuber。本当にね、嬉しいんですよ。もうこの20日、21日、わかんないけど、てっぺんが終わった次の日に命をかけてるぐらい、もう毎月毎月それが楽しみすぎて仕方ないですね。本当に嬉しいんで、まあ、運営さんはね、本当になんか毎週調整してもいいんじゃないかなって僕は思いますね。最後は、ネタがない。まあ、やっぱりね、本当に、コンパスで YouTube を一番見てくれてる層がどんなキャラが好きなのかとか、まあ、どんな動画を求めてるかっていうのはね、まあ、聞いたりしてもそれがね、全員の意見じゃないんで、まあ、伝わりにくいところもあるんですよね。で、僕が面白いなって思って出した動画でも、まあ、やっぱり受けなかったりとか、本当にね、需要がわからないんで、まあ、結構ネタに困ったりしますね。あと純粋にいろいろ出し尽くしてっていうのもあると思うんで、まあ、やっぱりまたネタあったらね、ぜひ提供よろしくお願いします。はい、本当にそれだけです。はい、以上になります。いかがだったでしょうか。まあ、これはね、僕個人が、まあ、週1とか、まあ、月1ぐらいで思うことなんで、他の YouTuber さんが、違うっていうこともね、全然あると思うんでね、ぜひ皆さんもね、あ、こういうのどうなんみたいな、こういうのあるあるじゃねみたいな思ったら、ぜひね、
コメント欄でお願いします。まあ、2年経ってね、まあ、チャンネル登録者も結構増えてきたんでね、まだまだチャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録お願いします。で、2年間ね見てくれた方は本当にね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。では皆さん、さよなら。